鬼滅締め算のすべて、待望のアニメ化で話題沸騰中の鬼滅の刃。そんな鬼滅の刃でも最も注目されているのが鬼滅締め算のすべて、鬼の始祖。しかしその過去は忌み子であり、生きながらえるも鬼となってしまう。そんな冷たい過去には作中では語られていない悲しくも美しい感動の秘話が存在するんです。ということで今回は鬼滅締め算のすべてについて徹底考察したいと思います。なお鬼滅の刃最終200話までのネタバレを含みますのでご注意ください。今回徹底考察会となってますので、いつものように画面に全集中常駐でよろしくお願いします。それではどうぞ。アニメ刀鍛冶の里編では主人公釜野炭治郎の妹であり鬼となった釜野禰豆子が太陽を克服。鬼の始祖鬼滅締め算は求め続けていた太陽を克服する鬼、喜びを隠せない様子でした。そんな無惨は柱稽古編の序盤では大きな動きを見せませんが、炭治郎が最後の稽古である岩柱稽古を終えた時、なんと産屋敷邸に登場、最終決戦となる無限城の戦いの火蓋を切って落とすんです。今回はそんな物語の根幹であり全ての悲劇の元凶鬼滅締め算について徹底的にまとめたいと思います。ムザの外見は、人間時代は前分けした宿毛がかった長髪に切れ目の目をした整った顔立ちをしています。その顔つきは病に伏せる前の産屋敷加賀屋とまさに売り二つ。しかし産屋敷の優しさと温かみのある目つきとは違い、ムザはどこか遠征的で病的な目つきをしているのが特徴。そしてムザが鬼となってからもその外見的なイメージは大きな変化はありません。あまね、彼はどのような姿形をしている。20代半ばから後半あたりの男性に見えます。正しい瞳は紅梅色、そして瞳孔が猫のように縦長です。第137話で天音が高評価していたように瞳の色と瞳孔が鬼のそれに変化しています。ちなみに無惨は自在に見た目を変化させることが可能で、作中では子供の姿、芸妓の女性の姿、モダンな男性の姿の3種類の擬態が披露されています。ちなみにですね、公式ファンブックの対象こそこそ噂話では、大人から子供への長時間の擬態はですね、無惨にしかできない芸当であることが明かされています。さらにそれぞれの擬態も無惨が太陽を克服する完全体となるための必要な変装だったことも明かされています。まず子供の形態は太陽を克服する薬を研究する場所の確保のために擬態していました。次にですね、芸妓の女性はですね、青い彼岸花の情報収集のため、時に人間を使って日中の彼岸花の捜索をお願いする時のための擬態でした。そしてモダンな男性の形態は元々資産家だった人物を殺し、無惨がその資産家になり変わった姿で、芸妓では収集できない情報収集をする際に使っていた擬態だったんです。結局はどの人間に擬態しても無惨の冷徹な鬼の目つきだけは変わっていません。続いて無惨の性格はどこまでも自分本位で唯我独尊な性格をしています。さらにかなりの癇癪持ちで極端なほど短気でもあるんです。その短気っぷりは敵味方問わずに発揮され、第51話で加減の鬼たちを皆殺しにした通称パワハラ会議は、作中でも無惨の暴君さを表現した有名なシーン。しかしこれでも1000年以上生きていたことからですね、かなり落ち着いて生きていると大将こそこそ噂話で語られています。人間であった頃や鬼となってすぐの頃は他人の負の感情を読み取るのに非常に長けていたらしく、無言らしいほどの毒舌家でもあったんです。聞いてるだけで何一つ長所と呼べるものがない性格をしていますよね。人間的感性の持ち合わせがなく、共感能力は極めて低い、人間というよりも昆虫などに近いのかもしれない。公式ファンブックでも後藤家先生が直々に高評価している通り、まさに鬼と呼ぶにふさわしい性格をした男なんです。続いて無惨の強さですが、無惨は作中で登場したどの鬼たちよりも圧倒的な強さを持つ最強の鬼です。誰も彼も役には立たなかった。鬼狩りは今夜潰す、私がこれから皆殺しにする。違う、切った、確実に。ただこの化け物が切られた瞬間から再生している老化薬の影響、まだ分解できないのか。そちらの修復に体力を奪われる。このように無惨は鬼としての破格の身体能力があり、また変形能力や治癒再生能力は上限の鬼をはるかに上回ります。そして最終決戦でも玉代が調合した薬も時間さえあれば克服できたという回復力があるんです。さらに無惨は血の血球質もあります。そもそも無惨の血はかなり特殊なもので、作中で唯一ただの人間を鬼に変える力を持っています。さらに鬼となったものに無惨が血を与えると、鬼の力をさらに強化することも可能。私の血を大量に与え続けるとどうなると思う？人間の体は変貌の速度に耐えきれず、細胞が壊れる。しかし無惨の血を受けた人間や鬼たちが全て鬼化したり、強化されるわけで
ではなく、効果は本人の素質によっても変わってきます。万一許容量を超えて無惨の血を与えられると、第14話でですね、無惨本人も解説していた通り、人間でも鬼でも死に至る可能性があります。そして無惨の血にはもう一つ副次的な効果があります。それが呪い。その名を口にしましたね。呪いが発動する。かわいそうですが、さようなら。第18話でスサマルが殺されたように、許可なく無惨の名前を口にしてしまえば、どこにいても殺されてしまうという呪いです。そして無惨は自分の血を媒介として、すべての鬼と繋がっており、鬼の感覚や視覚、さらにはその心情や思考すらも読み取ることができる。ここまで解説した通りですね、無惨の強さはいわゆる他の鬼たちや、鬼殺隊のメンバーたちとは違い、技を磨いて得た強さではありません。あくまでも鬼として、破格の身体能力から繰り出される超強力な攻撃と有毒な血が合わさった生物としてのスペックの強さになります。即死できたものは幸運だ。即死できなくとも私に傷をつけられたものは終わる。私は攻撃に私自身の血を混ぜる。鬼にはしない。大量の血だ。猛毒と同じ。細胞を破壊して死に至らしめる。実際第184話で無惨自身がこう語っている通り、単純な攻撃だけでも鬼殺隊の一般隊士レベルは瞬殺的。柱レベルのように生地強くてもかすり傷一つ負えば無惨の血の毒で死に至るという二段構えになっています。しかも無惨の場合、鬼の弱点である首を切り落とされても死ぬことはないというおまけ付き。例えが合ってるか分かりませんが、瞬間再生能力を持ったティラノサウルスのような人間とは生物としてのスペックが違いすぎる存在であり、さらにその生物が猛毒を持っているといったイメージに近いのかもしれません。まさに無惨は最強の鬼であると同時に最強の生物とも言えるんです。そんな最強の生物にして鬼の子と鬼物児無惨の人生について、作中で明らかになった情報をもとに振り返ってみたいと思います。鬼物児無惨は常に死の影がピタリと張り付いたような人生と言えます。無惨が生まれたのは今から1000年以上前の平安時代で、生まれた時から呼吸も脈もなく死産として扱われていました。荼毘に付されようという際にもがいてもがいて私は産声を上げた。第201話で明らかになった通り、無惨は先天的に虚弱な体質で、母親の腹の中にいた時から何度も心臓が止まりかけていました。挙句の果てに死んだ状態で生まれてきて、火葬されそうになった寸前で息を吹き返したというんです。無惨の尋常じゃない生への執念はこの時から芽生えたと言っても過言ではありません。ちなみにここで注目したいのが、人間時代の無惨がある程度格式のある家の人物だったことが分かる点です。まず人間だった頃の無惨が最初に描写されたのは第127話です。この描写を見る限り、鬼物児家はその衣服や神殿作りの屋敷から見ても平安時代の貴族階級にあったと考察できます。ちなみにそれは時代こそ違いますが、第187話で描写された桃園である産屋敷家の屋敷様式から見てもその格式の高さは伺えます。そして無惨の虚弱体質はかなり深刻なものだったようで、常に白い人絵か無地の襦袢のような服装で描かれています。ちなみに襦袢とは一種の平安時代の寝巻きみたいなもの。実無惨は二十歳になる前に死ぬと言われていました。そんな無惨の前に少しでも無惨が生きながらえるように苦心した医者が現れます。そう、この名もなき善良な医者こそが鬼物児無惨を鬼へと変えた人物。この医者は無惨の病状が少しでも良くなることを願い、また試作の段階であった開発薬をですね、処方します。その薬の名前が青い彼岸花。しかし薬は無惨の期待通りに効果を発揮することはなく、病状がどんどん悪くなっていってしまったんです。そしてこのことに腹を立てた無惨はこの善良な医者を殺す。けれどもその医者の薬が効いていたというのが分かったのは、医者を殺して間もなくのことだった。無惨は強靭な肉体を手に入れた。しかし第127話で明かされた通り、皮肉なことに無惨が殺したこの医者の薬は無惨の病状を克服しただけではなく、無惨に強力な肉体を与えることになった。ただしこの薬は試作段階だったので、未だ2つのデメリットがありました。1つは人間の血肉を欲する点、2つ目は日光に当たると死ぬという点です。しかし人間の血肉を欲するデメリットは無惨にとって人を食えば解決するので大した問題ではありません。そして無惨にとっての最大のデメリットは日の光の元を歩けないこと。無惨は鬼になったことで永遠に等しい命と睡眠を必要としない体を手に入れたんですが、日中に出歩けないことは人生の半分を無駄にすることであり、さらに日光という死の恐怖が常にあることが非常に不愉快だったと明かされています。そして1000年もの間ずっと腹を立てていたと公式ファンブックで明かされています。その薬は実際に青色の彼岸花が使用されているようだったが、その青色の彼岸花がどこに生息しているのか、それとも栽培できるのか知っていたのは殺した医者のみ。日本中どこを探しても見つからない。こうして平安時代に生まれた無惨は善良な医者に救われたにもかかわらず、一時の劇場で医者を殺してしまったことにより、千年もの間青い彼岸花を探すという本来不必要な苦労と死と隣り合わせ
せの生活を続けることになるんです。そして無惨が鬼となった同時期、鬼物寺家と同じ血族である産屋敷家に災難が降りかかります。君のような怪物を一族から出してしまったせいで、私の一族は呪われていた。生まれてくる子供たちは皆病弱ですぐに死んでしまう。第137話で産屋敷加賀谷がこう語っている通り、産屋敷家が呪われた一族となったのは、相談した神主によると鬼物寺無惨が鬼となった呪いが原因であるとしているんです。そして無惨はヘドが出るとこの話を一周してましたが、この因果関係については第205話で産屋敷キリアが長寿として紹介されている一コマがあるので、ほぼ間違いなかったと考えられます。ちなみに正確な時期は判明しませんが、無惨はですね、平安時代、人間の時期から鬼になりたての頃、5人の妻をめとっていて、5人それぞれの妻を自殺に追い込んでいます。ここから2つほど分かることがあります。まず1つ目が、この5人の妻は同時期にめとったものではないことです。なぜなら平安時代は現在と同じように一夫一妻制であり、基本的に神殿には妻以外の女性が立ち入ることができなかったからです。だからこそ平安時代の男女の恋愛のメインは、男性が女性が住まう人根に予売という忍び込む形になっていたんです。少し脱線しますが、公然と愛人を囲う文化が平安時代にはなかったので、無惨は妻が死んでから次の妻をといった形で代わる代わる妻をめとったと考えられます。そして二つ目が、当然ですが、無惨が妻を愛していなかったこと。なぜなら妻を愛していたら代わる代わる5人もの妻をめとるなんてことは常識的に考えてもありえない。この事実だけでも無惨は誰一人の妻の死に未練がなかったことが伺えます。しかも無惨は全員自殺に追い込んでいるという状況を逸した結末。最初に説明した通り、当時の無惨はですね、毒舌家でもあったので、それぞれの妻が抱える負の感情を感じ取ることに非常に長けていたことが推測できます。そしておそらく日常の中でその負の感情をつき、言葉巧みに死に追いやったと捉えることができます。そして注目したいのは、誰一人としてですね、食べるのではなく自殺に追い込み殺していること。公式ファンブックでも人間の頃と鬼になりたての頃とあるので、鬼になった際にはですね、妻を食べるという選択肢もあったはず。まだ無惨が自分の生きるための糧としていると捉えることができます。しかしただ単に殺しているのならば、パワハラ会議や数々のシーンで見せたような、気に食わないから死に追いやったと捉えることができるんです。そこに人間的な感情はあるとは到底思えません。以上から無惨は人間的な感情から妻をめとったわけではない。それから無惨は平安時代、鎌倉時代、南北朝時代、室町時代と数多くの人間を殺しながら生きながらえていくんです。時は流れて、無惨が鬼となってから約600年近くの時間が過ぎた頃、時代は平安時代となっていました。そしてここで無惨はですね、生涯最も死に際に追い詰められる出来事を経験することになります。それが最強の剣士、次国より一との対峙。あの男は初め弱く見えた。覇気も、闘気も、憎しみも、殺気もない。そんな男が私の首を跳ね、切り刻むなど、さらにその傷が何百年もの間、太陽の光の鬼に私の肉を、細胞を焼き続けるなど、たとえ神や仏でも予想できなかったはず。第195話で明かされた通り、無惨と頼一との戦いは長い人生の中でたった一度だけだったんですが、その一度の戦いで無惨は一生の傷を負い、心に決して消えないトラウマを植え付けられることになります。そして無惨は確かに最強の生物でしたが、それでも最強の剣士である頼一との間には決定的な格の差があったんです。そしてここで注目したいのは、無惨のそばにすでに鬼にされた玉代がいたことです。200年以上かかって鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。玉代さんは何歳ですか？女性に年を聞くな、無礼者。第15話で炭治郎が好奇心から玉代の年齢を聞いていましたが、結局作中でも公式ファンブックでも玉代の出生時期については明かされることはありませんでした。それでは女性の年齢は湧くようで少し気が引けますが、一体無惨はいつ玉代を鬼にしたのか、簡単に考察してみたいと思います。注目したいのは玉代の見た目と作中でのセリフです。まず前提として、無惨が頼一と出会っている時期は炭治郎たちの時代から約460年以上前であることがわかります。なぜなら第174話で国死亡が80歳を過ぎた頼一と再会した時期を400年前と表現していることから、これが正しかった場合、無惨と頼一が出会った時期は約460年前になります。つまり必然的に無惨が玉代を鬼に変えたのは平安時代から室町時代の期間のどこかになるんです。そこでまず一つ目に注目したいのが玉代の見た目、主に髪型と服装です。まず第187で描かれた玉代の髪型を見ると、少し乱れてますが、すべからしという婦人の下げ髪に、エモトユイという
結び方で髪を一つにまとめ上げています。実はこの髪型、平安時代の貴族の髪型の特徴と非常に重なっていきます。そして次に注目したいのが珠代の服装です。あまり上質とは思えない庶民然とした小袖を着ていますよね。これは基本的に平安時代の庶民から室町時代中期の武家の女性たちが着ていた服装。続いて二つ目に注目したいのが無惨と珠代のセリフ。お前も大概しつこい女だな。珠代、お前の夫と子供を殺したのは誰だ？私か？違うだろう。他ならぬお前自身だ。お前が食い殺した。そんなことが分かっていれば私は鬼になどならなかった。病で死にたくないと言ったのは子供が大人になるのを見届けたかったからだ。第138話で明かされた珠代の過去ですが、少なくとも珠代は夫と子供という3人構成の家族で暮らしていたことが分かります。実はこれはですね、かなり重要なこと。先ほども説明しましたが、平安時代は一夫一妻制でしたよね。そして鎌倉時代からは権力を握ったのは武家であり、日本における中世時代から基本的に武家は一夫多妻制に変わっています。以上のことから珠代は平安時代に無惨に鬼にされた可能性が非常に高いと推測できます。しかし珠代は高貴な髪型をしているのに対し、服装が少し庶民然としたものになっているのが若干矛盾。ここで注目したいのがですね、珠代が医師として医学に精通していたことです。私は私の体を随分いじっていますから、鬼物児の呪いも外しています。珠代は第15話でこう言っている通り、より位置によって無惨が弱体化したタイミングで自らの肉体をいじって呪いを解除していることが明らかにされています。つまりこの時点で珠代はある程度医学に精通していたことがわかります。そして珠代が平安時代に生きていたと仮定した場合、実は平安時代にもクスシという職業があったんです。クスシはもちろんですね、現代でいう医者。平安時代には中国大陸からすでに医学の情報がもたらされていて、宮内省という国の機関の一つ、天薬寮という部署で正式に医療や調薬が仕事として確立されていました。そしてその中に如意博士という女医を養成する機関もあったんです。そして珠代は平安時代の如意博士だった場合、かなりの点で辻褄が合うことになります。高貴な髪型をしているのは国お抱えの役職についていたから。しかし立場はあくまでも貴族ではないので、服装は少し庶民と似たようなものとなっていた可能性があります。さらに如意博士にいたなら医学に精通していたことについても説明がつきます。そしておそらく医学に携わっていたからこそ、自分の余命についてもある程度分かっていたと思います。だからこそ珠代は自分の子供の成長を見守る時間が残されていないことも十分に理解していたと捉えることができるんです。そんな時に無惨に生き残れる可能性をそそのかされたとしたら、まさに珠代は藁をもすがる気持ちになったのではないでしょうか。以上から珠代は平安時代の官職の娘で、無惨によってかなり初期の段階で鬼にされた存在だと考察できるんです。だからこそ無惨は側近として珠代をそばに置いていたのかもしれません。そして話を戻しますと、無惨が頼市と出会う少し前に、無惨は頼市の兄である次国道勝を国死亡に書いています。そして頼市に配送した無惨は自分自身は姿を隠し、この国死亡に頼市のですね、火の呼吸の使い手をですね徹底的に抹殺させるんです。火の呼吸の型を知る剣士も、お前の死後あの方と私で徹底して殺し尽くした。そして頼市が死んだことで無惨本人も再び表舞台に現れ、自身も鬼狩りたちを徹底的に殺し回り、それにまつわる情報も徹底的に排除したんです。こうして再び時代は流れ、江戸時代となります。ここで無惨は目障りな鬼殺隊を壊滅させるため本腰を入れ始める。12体ほど強い鬼を作ろうと思っているんだ。お前は与えられるこの血の量に耐えられるかな。そう、12気づきの創設。第155話の赤座の過去が明かされましたが、おそらくこのタイミングの直後に無惨は直属の配下で最強の12体の鬼を作り上げています。12気づきは一見すると鬼側の最高幹部のようなイメージがありますが、無惨にとってはあくまでも自分の姿や能力を鬼殺隊士にさらすことなく、鬼殺隊と戦闘させることと、ついでに青い彼岸花を探させるという体のいい玉よけであり、使い勝手のいい強い駒のような役割。ちなみにですね、無惨が12気づきを作ったのは頼市と出会ってから200年から250年後だと推測できます。根拠としては白磁の両腕の入れ墨、これは入れ墨刑といって江戸時代に実際にあった刑罰の一つ。そしてこの刑が始まったのが1720年頃と言われています。さらに第155話で小雪と一緒に打ち上げ花火を見に行ったシーンがありますが、実は記録では打ち上げ花火が初めて行われたのは1733年の隅田川
側と言われています。113年ぶりに上弦を殺されて私は不快の絶頂だ。さらに第98話での無惨のセリフから上弦の6のダキと牛太郎が殺されたのは113年ぶりであることが明かされています。鬼滅の刃で炭治郎たちが戦った舞台は大正時代であり、おそらく1912年から15年頃だと考えると、少なくとも無惨が12鬼月を作ったのは1733年以降から1802年以前までの間に絞られることになるんです。つまり鬼殺隊の柱たちの歴史に比べると、無惨が十二鬼月を作ったのは意外と最近の出来事。余談ですが、なぜ鬼滅の刃の時代が1912年から15年あたりだと考察できるかというと、第7話で言った手鬼のセリフから推測できます。俺を捕まえたのは鱗滝だからな、忘れもしない。47年前、あいつらまだ鬼狩りをしていた頃だ。江戸時代慶応の頃だった。ちなみに慶応は1865年から1868年となりますので、これに47年を足せば炭治郎たちが活躍した時代が導き出せます。そして十二鬼月をですね、創設した無惨は人間に擬態しながらいよいよ引きこもることになるんです。家に残っていた匂いだ、鬼物寺無惨、こいつこいつ人間のふりをして暮らしているんだ。そして時が経ち、大正時代となった第13話で炭治郎は無惨と遭遇しますが、この時舞台が浅草。ちなみに無惨が東京を拠点としていた理由は、青い彼岸花を作った善良な医者が住んでいた場所が東京だったからでした。この時無惨はすでに資産家を殺し、その資産家に擬態することで家族をも欺いていました。この無惨の行為にも炭治郎は激高していましたよね。こうして鬼物寺無惨はかまど炭治郎を中心とした鬼殺隊にいよいよ追い詰められていくことになるんです。ここから先の無惨の人生は皆さんもよく知っている通りとなります。1000年以上前、一番最初に鬼になった人食い鬼の原種、鬼物寺無惨。炭治郎にとっては家族を惨殺し、禰豆子を鬼へと変貌させた、まさに天敵と言える存在です。そして性格は傍若無人そのもの。配下を誰も信用せず、もし無惨に関することを喋ったり、名前を口にしただけでも、その身が滅び去ってしまう呪いをかけられています。そんな無惨の最後は惨めそのものでしたよね。初めて無惨と柱たちの戦いが描かれたのは、第138話の産屋敷家でのことだったんですが、無限城編に突入してから第181話で、炭治郎と義勇が無惨と対峙し、そこから無惨との本格的な戦闘が描かれましたよね。首を切られても死なない無惨の唯一の弱点は日光。よってですね、柱たちは無惨を太陽の下にさらすため長期戦が強いられました。そして無惨の血を混ぜた攻撃は食らうと猛毒のように細胞が破壊されるので、小さな傷でも命取り、その圧倒的な強さと再生力を前に柱たちは劣勢を強いられていたんですけども、徐々に様子が変わってきます。なんと玉代と忍びが作った薬によって無惨は9000年分も老化していた。さらにアザを発現させたり、格闘を使いこなしたり、透き通る世界を見えるようになったり、柱や炭治郎も土壇場で才能を開花させ、最強で太刀打ちできないと思われていた無惨もついに追い詰められました。そこで無惨は夜明け直前になって逃亡を図ろうとするんですけども、軽視の格好で詰め寄る大使から足止めを食らい、ついに無惨は太陽の元へ。一瞬で焼き尽くされるのを防ぐため、無惨は体を膨れ上がらせ、巨大な赤ん坊のような姿になる。体が焼かれながらもですね、地べたを這いつくばり、日陰に入ろうとする姿はまさに赤ん坊がハイハイしている様子そのもの。それをその場で生き残っている鬼殺隊全員で必死に引き止め、なんとか無惨を太陽の元に晒し続け、もう限界とも思われたその時、無惨の体に飲み込まれた炭治郎の日輪刀が赤く輝き、無惨は突っ伏した状態で大量出血。惨めな男の背にすがりついた無惨は太陽の光に焼き尽くされる形で、その長い生涯に幕を閉じたんです。結論から言うと、無惨は日本書紀や古事記に登場する神や鬼、さらに後藤家先生が尊敬している作品に登場する悪役の要素を一つに集約させた存在です。また今回無惨のモデルを見ていく上で非常に参考になったのが鬼滅の日本史という著書。鬼滅の日本史はですね、2020年宝島社によって出版。日本中世史学者であり、現在静岡大学の名誉教授を務める小和田哲夫さんが監修されています。鬼滅の刃に登場する鬼を軸に分かりやすく日本史を掘り下げているので、ぜひともですね、皆さん手に取ってみてください。無惨のモデルとなったと考えられるのが古事記に登場する神イザナミです。イザナミはですね、日本でも国海伝承で非常に有名な女神で、日本列島はこのイザナミともう一人のイザナギによって生み出されたと言われています。そんなイザナミが無惨のモデルとなっていると考えられる根拠は、一つ目にイザナミの死因、二つ目にイザナミとイザナギの関係性、三つ目にイザナミの呪いとイザナギの対抗策、この三つです。ではまず一つ目の根拠、イザナミの死因についてです。傷、古傷だ。そうか、
あれは頼一さんがつけた傷だ。治療しなかったんだ、何百年もの間。無惨の細胞を焼き続けた。あの傷はそのまま無惨の脆いところなんだ。原作第194話で炭治郎が気づいていましたが、あの再生能力が高い無惨ですらも火の呼吸で傷つけられた斬撃は何百年間治ることはなく弱点となっています。そしてですね、現代では火の呼吸は火の神神楽として炭治郎が受け継いでいます。そしてこの火の神神楽のモデルはイザナミと同じ古事記に登場する火の神土の神だと思われます。実際火の神という名前が共通していますし、火の神土の神は炭治郎の名字にもあるかまどの神とも言われています。加えてですね、実は鬼滅の刃というタイトル以外にも炭の神土、鬼狩り神土というどれもですね、火の神土の神を連想させるタイトル候補が実は存在していたことが単行本一巻の大正こそこそ噂話で判明済み。そして無惨のモデルとして考えられるイザナミですが、イザナミの死因は火の神、火の神土の神を生んだことによる火傷です。もう皆さんお分かりですよね。無惨の弱点は火の神土の神をモデルとした火の神神楽。そしてイザナミはですね、火の神土の神を生んだことによる火傷で死亡。つまり無惨のモデルはイザナミなんです。では続いて根拠の2つ目、イザナミとイザナギの関係について。君は知らないかもしれないが、君と私は同じ土なんだよ。君は生まれたのは1000年以上前のことだろうから、私と君血はもう近くないけれど。鬼の始祖無惨にとって重要となるもう一人の人間関係、産屋敷との因縁。原作第137話で鬼殺隊当主産屋敷加賀屋が語ってますが、鬼の始祖である無惨と鬼殺隊当主の一族のですね、産屋敷一族は血縁関係です。無惨のモデルとして扱ってきたイザナミにも実は家族が存在。それが冒頭で話したイザナギ。イザナミとイザナギは夫婦となり多くの島を産み落とし日本列島を作っています。そしてイザナミの死因となった火傷を負わせた火の神土の神はイザナミとイザナギの息子なんです。ここで産屋敷とですね、鬼殺隊員の関係性を思い出してほしいんですが、産屋敷は鬼殺隊員のことをなぜか私の子供たちと呼んでいます。そしてその子供たちの中の最上位が柱なわけですが、柱とは皆さんはご存知の通り神を意味します。よって産屋敷は神々の父ということになり、まさにイザナギと位置するんです。そんなイザナギとイザナミは家族で、産屋敷の一族と無惨は同じ一族。つまり無惨と産屋敷、イザナミとイザナギの関係性は一致し、無惨のモデルはやはりイザナミだと考えられます。では続いて根拠の3つ目、イザナミの呪いとイザナギの対抗策についてです。2つ目の根拠でイザナミとイザナギは夫婦であることを見てきましたが、イザナミはですね、火の神土の神をですね、産み落としたことで火傷を負い死亡。イザナギは黄泉の国の住人となってしまった妻、イザナミをですね、連れ戻そうと黄泉の国へ向かいます。そこでイザナミとイザナギはとある約束をめぐって対立。イザナミはイザナギに対し強いですね、怨念を抱き、現世に生きる人間を毎日1000人呪い殺すと宣言。しかし一方でイザナギはそんなイザナミの呪いに対し、それであれば1日1500人の人間を産むと宣言。イザナミの呪いに対抗します。君のような怪物を一族から出してしまったせいで私の一族は呪われていた。生まれてくる子供たちは皆病気ですぐに死んでしまう。第137話、産屋敷加賀屋が言ってる通り、無惨という鬼の元凶を一族から排出したことで産屋敷家には呪いが降りかかります。そう、イザナギへの怒りから毎日人を1000人殺す呪いをかけたイザナミが産屋敷家に呪いをもたらした無惨とはやはり一致。さらにイザナギは毎日1500人の人間を産むと言ってますが、産屋敷家の名前であるウブヤとは出産をするための別の小屋を表す言葉です。まさにイザナミの呪いに対するイザナギの行為と一致。これらの設定の共通点からも古事記に登場するイザナミは鬼舞辻無惨のモデルの一つなんです。では鬼舞辻無惨のモデルとなった次の存在を見ていきたいと思います。無惨のモデルと考えられる2つ目の存在は阿陽の里の鬼。阿陽の里の鬼と聞いても正直皆さんピンときませんよね。でも実はこの阿陽の里の鬼っていうのは日本に現存する文献で確認できる最古の鬼です。そもそも阿陽の里の阿陽のとは現在の島根県にある地区のことで、実は先ほど見てきたイザナミとイザナギの伝説の伝承が残る場所も島根です。阿陽の里の鬼が日本最古の鬼であること、そして無惨のモデルの一つと考えられる神がいた地域と阿陽の里の鬼の伝承地域が共通していることからも、阿陽の里の鬼は同じく無惨のモデルと関係しているんです。そして阿陽の里の鬼が無惨のモデルとなっていると思われる根拠は、一つ目に鬼滅の刃の鬼の特徴と阿陽の里の鬼の特徴、二つ目に阿陽の里の鬼の起源の二つです。では早速一つ目の根拠である阿陽の里の鬼の特徴と鬼滅の刃の鬼の特徴についてです。突然ですが皆さん、鬼滅に登場する鬼全員共通する特徴は何かお
分かりですか。角や柱たちが扱う独特の技に似た文様、これらいくつか挙げることは可能ですが、例えば上限に類されている鬼の中でも角が常時生えているのはハンティングのみで、その他の鬼は通常時には角は生えていません。よって角は鬼滅の刃に登場する鬼全てに共通する特徴とは言い難い。さらにそれぞれの鬼が持つ独特の鬼の文様、あざ初めからあったか、あれは鬼の文様と似ている。原作第124話、ハンティングがですね、甘露寺ミスリのあざを初めて見た時に鬼の文様と似ていると発言。でも皆さん、泣き目や禰豆子など通常状態には鬼の文様が常に現れているわけではなく、鬼の力が増し鬼化が進んだ時にのみその文様は出現しています。つまり角と同じく鬼滅の刃に登場する鬼の特徴として文様も全員に共通しているものとは言えない。では一体何が鬼の特徴と言えるのか、ズバリ目です。というのも原作第14話、炭治郎が無惨と初めて遭遇した時に鬼にされた一般人の男性を思い返してみてください。あの時男性は鬼になったばかりなので角や文様は出現してませんが、しっかりと目だけは変化しています。またこの動画の主人公である鬼舞辻無惨、無惨も通常の時には文様も角もない完璧な人間に擬態してますが、そっから皆さん鬼化した時はどうでしょう。真っ先に変化するのは皆さんやっぱり目ですよね。実際に第13話第14話では人間に擬態している時の無惨と鬼の一面を覗かせる無惨の両方が描かれてますが、その時の違いといえば目のみで他に大きな変化は確認できません。さらに12気づきの鬼の特徴は何でしょう。やはり目に刻まれた数字と上限下限の文字です。下限の鬼は片目にだけ下限の鬼であることを示す文字が刻まれています。また上限になると数字と上限の字が両目に刻まれるようになり、ここでもやはり目が変形。さらに決定的なシーンが第137話の無惨の特徴を産屋敷天音が説明するシーン。天音、彼はどのような姿形をしている。20代半ばから後半あたりの男性に見えます。ただし瞳は紅梅色、そして瞳孔が猫のように縦長です。天音はですね、無惨の外観に対してざっくりと20代半ばの男性としか説明しませんが、無惨の目に対してはただしと前置きを強調して説明。以上からですね、皆さん鬼滅の刃の鬼、もっと言うと鬼の始祖である無惨の特徴は目であると言えるんです。そして今回のテーマとなっている綾の里の鬼、実はこの綾の里の鬼も片目の鬼とされ、目に特徴がある鬼です。鬼やその鬼の始祖である無惨の目にここまで特徴を持たせていること、そして日本で最古の鬼と言われる綾の里の鬼が目に特徴のある真一つ鬼であることから、無惨は綾の里の鬼をモチーフにしている。では続いて2つ目の根拠、綾の里の鬼の起源についてです。綾の里の鬼に関する記述はざっくり説明すると、畑仕事をしていた男を目が一つしかない鬼が食べたというものです。実はその鬼と呼ばれた存在はもともとは人間だったとされています。というのも綾の里の鬼の片目の特徴は異種族人の身体的特徴を表現したものです。この異種族人とは家事に携わる者のことだったとされています。家事職の人間は職業柄ですね、強い炎を見るがあまり片目を失明し異能の人間として認識されていました。そして鬼の始祖無惨はどうでしょう。無惨も元を正せば病弱な人間です。また無惨の影響で呪われ病気となった産屋敷加賀の変化も注目してください。病気が進行した時の加賀の表情が第37話で描かれていますが、当時の加賀は左目から皮膚のただれが広がり始まっているんです。さらに病気が進んだ後の加賀の顔が描かれている第106話では皮膚のただれが右まで広がり、左目に関してはすでに失明。つまり無惨の呪いは加賀の人間の片目から広がり視力を奪うというもので、人間最古の鬼である綾の里の鬼の特徴を彷彿させるもの。綾の里の鬼は無惨と同じく元は人間であったという話です。そして無惨の呪いが片目の失明から始まり、綾の里の鬼も失明した職人が元ネタだと考えられていることからも、綾の里の鬼も無惨のモデルだと考えられます。ちなみに主人公の炭治郎が無惨以上の鬼としての才能を持っていた理由も実はこの綾の里の鬼であると考えると辻褄が合います。というのも炭治郎は火を扱う炭焼きの家系で、その瞳は格尺の瞳と目に特徴を持っています。加えて炎のエフェクトのある火の呼吸を扱う唯一の剣士。そして綾の里の鬼はもともと火事職という炭治郎と同じく炎を扱う職の人間なんです。これらの共通項の多さから炭治郎が無惨以上に鬼の王としての才能を持っていたと言えるんです。それでは無惨のモチーフとなった3つ目の鬼について見ていきます。その鬼とは瞳目鬼と四天童子。瞳目鬼とは100の目を持つ刃のような髪を持つ鬼とされています。やはりここにも目に特徴がある鬼。そしてこの瞳目鬼を倒したのは藤原の秀里。は弓矢で瞳目鬼を撃退したと言われてますが、なんとその弓矢の傷口から炎が発生し焼け死んだ。ここまで何度も見ましたが、無惨に唯一傷を負わせ弱点となったのは炎の剣技ともいえる火の呼吸でした。ここでも特徴が一致してるんです。またもう一人の鬼、四天童子
童子。四天童子とは鬼の王と呼ばれた存在で、平安時代に暴れた鬼です。そして平安時代といえば無惨が鬼になった時代なので、ここも一致していますし、鬼の王という点も大きな共通点です。加えて四天童子も元は人間だったと言われており、貴族の出身。そして無惨も両家の出身で貴族と思える衣服に身をまとっています。さらに四天童子は渡辺の綱、坂田の金時、薄井の貞光、浦部の末武、源の雷光四天王というよりすぐりの剣士によって撃退されていますが、無惨を最終的に討伐したのも柱や火の呼吸を継承する炭治郎など厳選された最強の剣士たちなんです。四天童子はそんな四天王に酒で酔わされ首を切られ死亡したとされていますが、無惨がやられた大きな要素は玉代が作成した鬼を人間に戻す薬、老化の薬、分裂阻害の薬の3つ。また現代では酒は毒とも言われているため、四天童子の敗因と無惨の敗因も一致。四天童子が首を切られ死亡したことと、鬼が首を切られれば死ぬことも共通しています。これらのことから四天童子も道具駅と一緒に無惨のモデルとされていると考察できます。さらに道明と四天童子の鬼の討伐に貢献した2人の人間の存在が無惨にも有毒な富士の花という設定のモチーフになったと考えられるんです。というのも四天童子を倒したのは四天王ですが、他にもさらに安政というですね、藤原家の人間が四天童子を倒す際に活躍しています。さらに先ほども言いましたが、道明を倒したのも藤原の秀里という藤原家の人間。そしてなんと藤原家の家紋は富士の花を模したものなんです。藤原家の家紋が富士の花であること、藤原家の人間が鬼退治に関わることからも、富士の花が鬼の子孫無惨にも有毒な毒となっていると考えられます。それでは最後に無惨のモチーフとなっている作品についてです。小峠先生は2022年2月に行われたライブドアニュースのインタビューにて、ジョジョの奇妙な冒険のファンだと言われていて、本人も公式にジョジョのファンであると公言。そして実はジョジョ第1部から第5部に登場するボスたちは無惨と一致する考えや特徴を持ち合わせています。第1部ファントムブラッドのボスディオブランド、ディオは石仮面によって人を喰らう吸血鬼となる。さらに吸血鬼となったディオは人間に自身のエキスを分け与えることで人間を同じく吸血鬼にすることが可能。この特徴はまさに鬼舞辻無惨の鬼の増やし方と一致。ちなみに鬼や吸血鬼の仲間の増やし方は吸血鬼として有名なドラキュラから取ってきてるのではと思いますが、吸血鬼化はですね、吸血行為をされ命を失うことで初めてなされるため、無惨やディオの仲間の増やし方とは異なります。また話をディオと無惨に戻すと、ディオやディオによって誕生する吸血鬼は特殊な呼吸波紋によって討伐可能ですが、鬼滅の刃で鬼を倒す際に重要となるのもですね、呼吸なんですよね。さらに第2部戦闘潮流に登場するボスカーズは完全生命体とされる存在で、無惨も完全な生命体に近い存在でした。まだまだ続きます。第3部スターダストクルセイダーズで登場するボスは第1部と同じディオ、第4部ダイヤモンドは駆逐隊に登場するボス、キラー・ヨシカゲは静かに平和に暮らしたいという思いのみで行動、そのため人を殺すことも何とも思ってません。そして無惨も普遍を追求し、望んでるだけで人殺しを何とも思ってません。そして第5部黄金の風に登場するディアボロはギャングのボスでありながら自分の身に危険が降り注ぐことを極端に怯えている存在で、無惨も最強の剣士次国より吉という危険な存在を恐れ、相手が寿命で死ぬまで姿を隠し、その後も火の呼吸の剣士を徹底的に黒死坊たちに殺させています。何より無惨をよく知る玉代は無惨を臆病者と言っています。このように徐々に登場するボスの考え方や設定は無惨の考え方や設定に一致。鬼滅の刃という物語の中でも悪の権化といえる無惨は日本書紀や古事記に登場する神や鬼、そして後藤家先生が尊敬する作品の悪役と多くの悪しき存在が集約された真の悪。その証拠にですね、無惨役を務める声優関俊彦さんは2020年に放送された TBS ラジオ山形純なプレシャスサンデーで無惨についてこうコメントを残しています。普通敵役や悪役は何らかの戦うべき理由がある作品が多いんですが、鬼舞辻無惨は本当に悪いやつなんですよ。本当に生存本能のためだけに生きている鬼なので。鬼舞辻無惨とは後藤家先生が思う最強最悪の悪役なんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。